あ、生姜のいい香りがします。あ、美味しそう。こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、甘酒ジンジャーケーキご紹介したいと思います。甘酒を使ったおやつはいろいろご紹介していて、甘酒バナナマフィンとかですね、甘酒蒸しパンとか、甘酒のアイスもいろいろご紹介していますけれども、今回はですね、甘酒を使った生姜をたっぷり入れたパウンドケーキになります。寒い時期に食べるとスルーロス生姜でポカポカと体が温まってきますので、お家でのお茶の時間にお試しいただけたら嬉しいです。今回バターも使わずにですね、ぐるぐると混ぜてそれを焼くだけのとっても簡単なレシピなので、お試しいただけたらと思います。では材料の説明です。まず薄力粉、そしてベーキングパウダー、きび砂糖ですね、なければ普通の砂糖でも大丈夫です。甘酒ストレートタイプのもの、そして卵、太白ごま油ですね、なければサラダ油や菜種油でも大丈夫です。そして生姜のすりおろしになります。ではですね、まず型にオーブンシートを敷いていきます。ちょっとこういう風に切り込みを入れたオーブンシートですね、を折ってですね、入れていきます。で、ちょっとこれがペラッと下がってきてしまうような場合は、ここホッチキスで留めてあげると生地が入れやすいかなと思います。ではオーブンを180度に予熱しておきます。ボウルに卵、そしてきび砂糖を入れます。こちらでですね、2分間混ぜていきます。そしたらですね、ここに太白ごま油、太白ごま油はなければサラダ油でも大丈夫です。甘酒ストレートタイプのものですね。そして生姜のすりおろし、今回たっぷり入ります。これがですね、風味につながります。こちらでさらに1分混ぜていきます。では粉類をふるっていきます。薄力粉、そしてベーキングパウダーを合わせてふるいます。そしたらゴムベラを使ってですね、底の方から混ぜ合わせるように混ぜていきます。練らないように気をつけます。はい、粉っぽさがなくなればですね、こちらで OK です。型に入れていきます。表面を軽くならします。で、中の空気を抜くようにですね、数回このように落とします。こちらで180度に予熱したオーブンで30から35分ほど焼いていきます。途中でですね、切り込みを入れて天板の前後を返していきます。途中10分ぐらい経ったらですね、一度開けて、で、手早くですね、真ん中に切り込みを入れます。こうすることで焼き上がりがうまく仕上がります。で、焼きムラがなくなるように天板の前後を返してオーブンに戻します。時間になりました。見てみます。あ、いい感じに焼き上がってるんじゃないでしょうか。竹串をですね、こう刺してみて、ドロッとした生地がついてこなければこちらで焼き上がりになります。クーラーで冷まします。
生姜のいい香りがします。ではケーキが冷めましたので切っていきたいと思います。わあ、美味しそう。うん、切っていても生姜の香りがすごくして美味しそうです。はい、こちらで完成です。はい、では甘酒ジンジャーケーキいただいてみたいと思います。いただきます。もう切った時から生姜のいい香りがしております。これは絶対紅茶がおすすめです。あ、美味しい。ではいただきます。あ、すっごくしっとりしてて美味しそう。うん、うん、生姜、生姜感がしっかりあるんですけれども辛くもなくてですね、ふんわりと香ってとっても美味しいです。で、甘酒を使っているので、しっとりと仕上がって、すごく食べやすいかなと思います。きび砂糖のですね、ちょっとコクのある甘みもすごく生姜と相性がいいので美味しいんじゃないかなと思います。いや、もうおうちカフェにぴったり。うん、生姜がたっぷり入ってるのでちょっと体がポカポカしてくるかなと思います。あ、私温活発酵ドリンク3選っていうのをですね、以前動画でご紹介していて、で、ほうじ茶甘酒チャイとかですね、甘酒ココアとか、あとみりんを使った紅茶だったかな、3つご紹介してるんですけど、すごくこのケーキに合うと思います。発酵食品入ってるのでですね、そちらと合わせてでもですね、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。3つ目ちょっと気になってきちゃった、ちょっと調べてみよう。あ、そうそうそうですね、みりん生姜紅茶になります。これ何でも美味しいと思います。甘酒スパイスココア、ほうじ茶甘酒ラテ、みりん生姜紅茶ご紹介しています。どれでもですね、このジンジャー甘酒ケーキ合うと思いますので、試してみていただけたら嬉しいです。もちろん普通の紅茶でも美味しいと思います。パクパク止まらない。うん、これからもですね、甘酒みたいな発酵食品を使った料理だったり、季節に合った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。